バギーネバダ州ホワイトパイン郡にあるアメリカ国道6号線の 11.9km の区域です夜間にオブジェクトに侵入した車両は最高時速の上昇ドライバーの心拍数および血圧の上昇バックミラーにのみ映るバギーの出現といった異常に見舞われますバギーは車両に追いつくと車に備え付けられているミラーのうちの一つを粉々にしますミラーの破片からは小型のトラックが出現しそれらは車の窓を突き破って周囲に広がる原野へ走り去っていきます